前回の動画では星とか太陽などの天体っていうのは実際に止まってんねんけど何で動いて見えるんやろかそれは地球が動くことによって止まっているものが動いて見えるっていう話をしましたで地球の動きには2種類あってその1つが自点だよって話をして時点っていうのは地軸を軸として1日に1回転することやったな地軸ってどこかっつったら地球を横から見ると北極があり 南極があり実際こういうのは刺さっていないねんけどこれを地軸です。で地軸に対する水線が赤道です。で地軸っていうのは実際傾いてんねんな。で地軸のこっから見ると真ん中に北極があり地球っていうのは北極を中心として半時計回りに自転してんねんな。文章でまとめるとこうなります。地球の自転っていうのは 地軸を中心として1日に1回転します。1日っていうのは24時間1回転っていうのは36。0度なので 360÷24 することで1時間で1 5度ずつ進んでいきます。半時計回りに回転していくねけど、方角で言ったら西から東へ動いていきます。星や天体などが動いているように見える。日周運動の原因がその地球の自転になります。 この動画では地球のもう一つ目、もう一つの運動である公点について見ていきましょう。地球の公点っていうのは太陽を中心に1年で1回転することを公点っていうふうに言います。太陽っていうのは実際に止まっていて地球が動くことによって太陽が動いて見えるようになったな。太陽は止まっています。太陽の周りを 地球が一年かけて一周するのが公転。回転する方向としては半時計回りに地球っていうのは動いていきますこんな感じで、また公転しているここの面のことを公転面っていうふうに言いますでこの状態を横から見ると公転面っていうのは面を横から見たら線で見えるよな 天面で、す。ここに太陽があって地球はここにあります。地軸っていうのは実際、天面の水線からある角度を保って傾いてねな。それが23.4度傾いています。 水線この青が水線に対して23.4度傾いていますじゃあ最後に地球の自点と公点をそれぞれまとめておきましょう地球の温度には2種類あって自点と公点があります自点っていうのはどこを中心やったっけこれは地軸やな地軸を中心として 1>, 1日で1周するのが時点です24時間で360度進むので1時間で15度ずつ進んでいきますまた北極から見てどっち回りやったっけこれは半時計回りに回っていて天体の密集運動の原因な 一方で、地球の公転っていうのは、今やってんけど、どこを中心やったっけこれは太陽やな。太陽を中心として、どれぐらいで一周するんやったっけこれは、一年で一周します。一年で一周するってことは、一周は三百六十度やったな。一年っていうのは十二ヶ月です。これを計算すると、三十って出てくんねんけど、 12で割っているので1か月で30度進むのが地球の公点ですそして太陽を中心としてどっち回りやったっけこれも半時計回りになりますそして天体の今後やっていくねんけど年周運動の原因になります日周運動っていうのは1日で1周するように見える運動です 年収運動というのは1年で1周するように見える運動の原因となる。